コチャニは、マケドニア共和国東部の町、及び、それを中心とした基礎自治体であり、首都のスコピエから 120km にある。市街地人口は2万8000人程度であり、自治体全域で、の人口は3万8000人程度ある。町は、コチャニ川に沿って、コチャニ渓谷の北側に沿って広がっており、川はここで、山の傾斜から離れ、渓谷の中を流れるようになる。 町の北側は、オソゴボ山であり、8キロメートル南のプラチュコビツァ山まで渓谷は続いている。町は、標高3 5 0ルから4 5 0ル程度で、ある。コチャニの市街地の面積は18.6平方キロメートルであり、人口は2万8千人を超え、マケドニア共和国先部では3番目の人口規模である。人口の推移は、以下の通り、 コチャニの住宅地気候は温暖、大陸性であり、ブレガニツァ川に沿って地中海性気候の影響が及んでいる。年間平均気温は摂氏12.9度、年間降水量は538ミ、mm、リメートルである。コチャニが初めて記された文献は1337年のものであり、4番オリベル公がこの地を聖ドミトリー協会に寄贈したことが記されている。 考古学的な発見により、この地には古代ローマ時代や中世の東ローマ時代にも人が居住していたことが確認されている。15世紀初頭にはこの町はオスマン帝国の支配下となった。トルコ人の旅行家、エブリア・チェレビは1662年にこの地を訪れ、町には600世帯が居住し、一つのモスク、一つのメスジド、一つの旅館、 15の店があったと記している。18世紀から19世紀初頭にかけて町は急速に発展した。1878年には450世帯から500世帯ほどであった人口はその後急速に拡大した。町には唐の姿をした2つの貴族屋敷が残されており、16世紀から17世紀頃のものと考えられている。郊外には 古代から中世にかけての多くの遺産が残されている。その一つに古代赤ドルのグラディシュテがある。近くのモロドビス村とパンテレイ村には古代の修道院が残されている。聖教会の聖ゲオルギ聖道教のチ茶には計画的に設計された現代的な町であり、通りは整備され現代的な建物や集合住宅、ショッピングセンターがあり、新興工業地帯を有する。 郊外の住宅は主に町から東に向かって広がり、折りざり村のすぐそばまで拡大している。こちらには以下の町と有効都市提携を結んでいる。ありがとうございます。